サンシャインです。サンシャインです。お願いします。お願いします。さあ、はい、ザ・サンシャインね、はい、久しぶりに始まりましたけど。お久しぶりです、本当に。あのね、たまにね、あの、はい、見てますよ、ちゅう人いますからね。いや、確かに。ほんとすいません、なんか。いやいや、ありがとうございます。しか言わないですけどもね。ありがとうございます。本当にありがたい。まあ言ってもね、うん、久しぶりですから。いや、本当にそうです。まあまた家からね、ちょっとやりたいと思いますけど、ね、やっていきましょう。あの、もうゲスト呼んでもいいんですけどね、はいはい、ちょっととりあえず呼ばずにガチンコでやろうっつったらね。こんなやっぱ自分たちペースになりますけどね。まあ、自分たちペースでやってます。まあ、ぼちぼち年末年始ありましたから、はい、まあ、やりたいと思いますけども。そうですね。さあ、今回、はい、まあ、家でできるということでね。はい、何ですか、今回は。今回、あの、番組の、うん、まあ、いつもこのなんかに絞ってこう、それを超えていこうみたいな。うん、やってるけど。そうです、そうです、うん、今回、うん、挑戦する番組はゲームセンター CX です。お、有野さん、有野さんの、うん、もう一大疑問を、疑問を、いやいや、もうやっていくやつだ。ああ、そうそう、ひたすら一大ムーブメント起こしたね。有野さんが爆発的に売れたというね。やっぱりもう世代交代ありますから。有野さんが辞めた後に全然全然下火じゃないや、全然まだまだ、いや、ゲーム芸人としてはね、こっちも。ゲーム芸人、スーパーゲーマーだから俺。嘘やろ、マジ。いや、マジでマジで。好きなゲームなんなん。え、スーパーロボット対戦。いやいや、ゲーマーだろ、好きや、お前。好きや、スーパーロボット対戦。それは好きやわ。確かに。まあでも、だいぶ前に ね、うん、アホほどやってましたからね、やっぱ小中は。まあ、小中やったな。男3人兄弟なんで。ああ、確かに。まあ、そう、1日1時間みたいなノリでね。ああ、家に帰ってきたやつが先にゲームできるみたいなんで。うん、なるほどね。めっちゃ喧嘩してましたよ、兄弟で。なるほどね。なんかしてました、のびきょうさん。一番好きなゲームなんですか。僕、FF ずっとやってましたね。まあ、セブン、プレステからのやつを主にやってましたけど、セブン、エイト、ナイン。FF の FF マジで読んの、お前。マジマジ。 FF7、8、9しかしてない。いや、6スーファミでやって、で好きになって7、8、9って言った感じやね、俺は。 FF をさ、6、7、8、9、うん、ちゃんとやってるやつ、うん、で、こんなタイプになったやつ俺初めて。どういうこと。いや、こんな浅くならんだろ。もっとなんか、まあまあまあ、オタク気質になるだろ、6、7、8、9 FF してたら。俺の周りで。あ、そう。うん、そんなスマブラしかしとポケモンしかしてませんみたいなのは、お前 みたいなさ感じになるよ。その行き過ぎたやつはもうとんでもないとこ行くけどさ、ポケモンとか極めたやつ。あ、 FF して、 FF してセブンとかもな、10回ぐらいやって、10通り。なんで、なんで。いやいや、Lだろ普通。もっと FFエアリスが死ぬシーンとか感動したよ。マジで。いやいや、それは人それぞれ。不服だわ、それ。結構やったよ、マジで。セブンに関してはめっちゃやったし。マジで。もっと広がるけどな、FF とかやってたら。ちなみに FF は何やってました？いやいや、だから世代一緒やから。うん。それやってますよ。セブンやった？6から。6、7、8、9。うん。うん、10。10やってないな。10までやない。やったの。点2。まあ、でやってないけど。まあね。まあ、でも今回。今回、その、ゲームをやっていくってこと。やります、ゲームは。はい。ストリートファイターです。お、懐かしい。格闘ゲームの。それもやった。俺初めてやったゲームそれや。ああ。親父がスーファミ買ってきて初めてやったゲームがそれや。格ゲーは得意なんですか？いや、あんま得意じゃない。得意じゃ、得意じゃないですか。お前、格ゲー、得意じゃないとダメだろ。そのなりで。スマブラはやってました、スマブラね。いや、なんで RPG すんの、お前。RPG、マジで、マジ反してるわ、お前。ルールと、あれに。確かに。なんでそんな感じになんの。お前、格ゲーしかしたことないっすわ、じゃないとダメだろ、この感じやったら。マジ、マジめんどくせえわ、こいつ。キャラ設定。まあまあ、楽しいゲームは、そういうことで。じゃあ僕もね、どっちかって好きですけど、そんな得意じゃない、別に。あ、そう。うん。たまにゲーセンでやるけど、うん、ノリで。ここ全然技が上手いとかではないけど、ちょっと今回ね、その、ハー、イージーやりますっけ？イージー、ノーマル、ハードでやりますっけ？まあ、3か3、うん、マリカで言う 50cc、100cc、150cc みたいな。その、ハードで、ちょっと全クリしましょう。
今回全クリ、うん、なかなかむずいと思うよこれ。全員倒してやるってこと、うん、え、バカなお前。そりゃそうだろ、全員倒す全クリは全員倒すってことらしいですよ。なんで FF にハマるのお前みたいなやつが。無理だろ全クリお前。出会った時がそういう時代やったんやろ俺も。マジでやばいよこれ。全部もうリセットされたよそれはもう。じゃあまあね、ちょっとやっていきましょう、はい、早速いきましょう。さあ、はい、じゃあまあ早速ねやりますけども、はい、ストリートファイター、まあとりあえず、はい、まあ、俺がまあ全クリするわけだけど、はいはい、ちょっと一回ね、やっぱ素人である。いやいやいや、やっぱそんな変わるんじゃない。でもいやいやいや、ほんとに、いや本当にとかじゃない。じゃあケンがやるべきだ。いやいやいや、お前リブだ。リブだ。いやケンの髪色やけど俺ケンだろお前。ケン赤ホントや、ホントや。ちょっとねうちのケンがやるから。まず素人がどんくらいのレベルか、どんくらいいくか、はい、ちょっとじゃあ僕からやってください。じゃあ僕は選ぶ、